ようやく、新型空中給油機 KC-46A が、鳥取県美保基地へ配備されました。空中給油機というのは、文字通り空中給油機で、戦闘機に燃料を補給するための専門航空機です。空中に停止して、機体のバランスを保つのも、技量が必要だと思うのに、風速や風向、抵抗を考えて、機体を操るパイロットの有能さに感銘してしまいますね。そして絵的にも、ノズルがぐーっと伸びて、10センチメートルほどの給油口に差し込まれるのは、すごいの一言です。今回は、この KC-46A 空中給油機についての、様々な面を見ていきたいと思います。日本は F-35 戦闘機を所有しています。この機体にも空中給油機は必要不可欠な機体です。ちなみに、この KC-46A はオスプレイにも給油できる航空機です。この機体はアメリカの巨大軍事産業ボーイング社が製造しました。日本への配備が待たれていたのですが、世界的な新型コロナウイルス蔓延の影響があり、工場がストップしたり、部品の輸入が途絶えたりなど、一般企業と同じように、作業工程が非常に遅れざるを得ませんでした。その結果、当初は2021年6月納入予定だったのですが、この時期まで延期されていました。KC-46A の配備先は、鳥取県米子市の美保基地と決定していましたが、このほど、米子市の地域振興課から発表があり、2021年10月29日に記念すべき初号機到着ということになりました。この発表では、防衛上の機密ということで、具体的な到着時間までは、さすがに明かされていませんが、29日には記念飛行が行われると同時に、防衛省の中国四国防衛局の職員が騒音測定を実施する予定とされています。自衛隊機の離発着時の騒音は日本全国で問題になっていますからね。航空自衛隊は KC-46A 空中給油機を計6機購入する予定ですが、この導入に際し、空自はすでに同機を運用中しているアメリカのオクラホマ州アルタス空軍基地に12名の航空自衛隊員を派遣して2021年6月までに3ヶ月にも及ぶ訓練を受けさせていました。この12名の空自隊員は美保基地に編成された第405飛行隊のメンバーで構成されています。6名の操縦士と6名の乗務員とが選抜されてアメリカ空軍隊員と同じ訓練を受けているそうです。訓練内容を紹介しますと、座学の講義を受講後、シミュレーターを用いた訓練を行い、最終的には、本物の KC-46A 空中給油機に乗り込んで、8回の飛行を行い、同時に、アメリカ空軍教官による審査を受けた後に、運用技術を習得したとされています。ボーイング社の KC-46A 空中給油機は、同社の民間向け旅客機のボーイング767を土台として開発された軍用空中給油機及び輸送機で、アメリカ空軍でも2年ほど前の2019年1月から導入がスタートした比較的新しい機体です。もともと、ボーイング社が旅客機建造で有名な会社ですから、旅客機を基礎として他の航空機を作るのは当然のことでしょう。この KC-46AK の愛称はペガサスだそうです。ペガサスというのはギリシャ神話に登場する翼のある白馬で、ゼウスの息子英雄ペルセウスの愛馬としても有名ですね。ペルセウスがペガサスに乗ってアンドロメダを救ったというエピソードをご存知の方も多いでしょう。ボーイング社では、
この空中給油機の特徴とメリットを挙げています。まず、比べようもない共通性の高さ。次に、大型空中給油機及び輸送機では、なかなか実現できなかった絶妙な機体サイズということです。この絶妙なサイズが、実際の運用上、ベストサイズというわけですね。では共通性とは何でしょうか。土台であるボーイング767旅客機は、全世界70カ国以上で1060機以上も運航されている人気の航空機です。数が多いということは、部品の在庫も当然多いでしょう。ですから、民間であるか軍であるかを問わず、すでに配置済みの支援システムや部品類の供給、メンテナンス方法などについても共有が可能だと言われます。日本向けの日本語のホームページでは、アメリカ空軍の航空機重油形式に適合していることが強調されていますし、空自が保有する F-15J イーグル等の戦闘機にも確実に給油できることも挙げられています。第二の運用に適した機体サイズというのは、日本国内で使用する場合、小さな飛行場への離着陸も可能で、もっと小さいと思われる離島等の飛行場でも使用できる点が強調されていて、災害の多い日本にはベストなサイズであると訴えています。2021年8月には、今回日本に来たる KC-46A 空中給油機の初号機が、アメリカ空軍の機体と相互搭載燃料移送に成功したという発表も行われました。このように、事前準備は十分に整っていたと受け取れます。こういった経緯を見ていると、航空自衛隊が KC-46A 空中給油機を購入することには、何ら問題はないと思われますが、実は先行して使用しているアメリカでは、この機体の深刻な欠陥が指摘されたということで、問題になっているようです。KC-46A には、ボーイング社が開発した空中給油方式フライングブームを採用しているのですが、これは、ステルス機への空中給油のため開発された方式です。しかし、完全な状態とは言えないそうなのです。そもそも、フライングブーム方式は、KC-46A の後方に給油する航空機があって、そこにパイプを伸ばして接続して給油する方式ということです。従来のプローブ&ドローグ方式よりも優れているということで採用されたといいます。フライングブーム方式は、KC-46A の乗務員が操作担当の方式だったので、給油される航空機側の負担が少ないことと、給油速度も速いことが、一番のメリットとボーイング社が大きく宣伝してきました。しかし、実際には、この空中給油機のフライングブーム方式は、給油される航空機がステルス機だったら、機体表面を傷つける可能性があるということで、アメリカ空軍は、ステルス機へ使用することに制限を設けているそうです。2021年8月時点では、この制限も部分的に緩和された様子ですが、ステルス戦闘機である F-35 ライトニング 2A 型への KC-46A からの給油は、アメリカ国内で行われる訓練や軍事演習のみとされ、海外での実用化は認められていません。つまり、日本では使用できないということです。せっかくの高額で購入したのに、空中給油機が、これでは、絵に描いた街状態になりかねない恐れが出てきました。フライングブーム方式のバグ対策が、完全に終了するのは2023年頃と予測されています。では、その間どうするのかと思いますが、アメリカの F-35 ライトニング 2A 型への空中給油には、旧型の KC-135 や KC-10 等の機体を使用するそうです。日本では、
最新鋭の F-35 ライトニング 2A 型は、青森県の三沢基地に配備されただけですし、アメリカ軍のように、自国外の空域にまで進出することは、ほとんどありませんから、空中給油機が使えなくても、幸いなことに影響は、少ないと考えられます。製造元のボーイング社が、KC-46A 空中給油機のセールスポイントとして、最初に挙げていたのは、前述の通り、土台であるボーイング767旅客機が、全世界70カ国以上で、1060機以上も採用されているおかげで、開発経費が低く抑えられるということでした。このような事情、開発費用は、あまりかからないという見込みがあったのでしょう。ボーイング社は、アメリカ空軍との KC-46A 開発費の契約を約5300億円という固定額で締結したのです。その中に十分収まると、高をくくっていたのかもしれませんね。しかし、様々な問題が発生しました。固定費契約ですから、余分にかかった分をアメリカ政府に請求できません。つまり、先に紹介したステルス機表面に傷をつけるという対応には、すべて、ボーイング社が自腹を切っているわけです。アメリカ空軍側には、金額的な負担はありませんが、運用上の深刻な問題に向き合うことになって、ボーイング社の回収をじっと待つ状態に陥っています。ちなみに、ボーイング社は、すでに、固定契約額に近い5000億円ほどの費用を出したと言われています。世界でも、指折りの巨大航空会社といえども、5000億円という莫大な支出に、経営状態が影響を受けないはずはありません。細かな問題点を含めれば、キリがないほど、多くの欠陥が発見、指摘されている、KC-46A 空中給油機ですが、個人的意見としては、想定外の出費の埋め合わせとして、ボーイング社が何か言い出すのではないかという心配をしています。例えば、他の同社の装備品を値上げするなんていう動きを見せないか、大いに心配です。アメリカ軍に関係があれば、日本が支出させられている、思いやり予算の額にも跳ね返る恐れがありますからね。